はい、激辛マニアユッキーでーす。今回は、こちら、ね、久々にパスタ、超辛ペペロンチーノというのが、売ってました。SB 食品の、SB 食品株式会社の、辛いペペロンチーノソースということで。それでは早速、超辛って書いてあるんで、おそらく、そこそこ辛いんではないかなと思うんですが、果たして、どうでしょう？パッチャーン。熱い。あてててててて。これ結構値段、200円ぐらいした気がするんだけど。結構高かったな。一食分です、ちなみに。一人前で、200円ぐらいした。よいしょ。久々にあれだな、パスタ食うな。パスタ。久々のパスタさん。パスタはコスパいいからね。そしてこちら、超辛と書かれているこの粉末、これも入れます。よし。そしてよく混ぜます。イタリア、カラブリア産の唐辛子を、鮮烈な辛さがニンニクの、旨味を引き立てる本格超辛パスタ。よし。それではいただきまーす。全然辛くない。あ、ちょっと辛い。ちょっとだけ辛い。タバスコも入れよう。タバスコのね、タバスコなかなか使えないんですよね。パスタとかじゃないと。だから、賞味期限がタバスコずっと使ってないから。パスタをね、最近買ってきまして。そこそこ辛くなったかな。大して辛くないですね。うん。うん。超辛とか言っといて、全然辛くないぞ。これが超辛？ちょっと超辛。どこが超？ほとんど詐欺レベルなんだ。タバスコ大量にかけてこの程度じゃ。これたかが知れてるな、これ。
オリーブオイルをふんだんに使用したオイルソースをベースに、ローストして香りを引き出したガーリックを効かせました。SB 食品のペペロンチーノ史上最高の辛さをご堪能ください。全然ですね。まあうまいんだけど、個人的にペペロンチーノよりやっぱミートソースパスタの方が好きなんで。ダメだこれ。全然辛くない。これダメですね。ごっつさん、これあれだな、辛さ度数25、いや、まあ25でいいか、いや30でいいや、30、はい、30、ご視聴ありがとうございました。